この街レベル高くない？先発トーレント軍事走破よ。日常。これはさすがに日常だわ。あ、なんだ、リコイかよ。あ、オブの。あれ、敵おらん。マウシて。ああ、当たった。はい、ちょ、やめてほしいんだけど、最近デコイ投げる人減ってたからさ、紛らわしいことにならなかったのに、紛らわしいからやめてよ。ここか。だって、イフタクリコン強いかもしれない。嘘。マジ。いや、認めないよ。俺は、イソを押すから。イソ押し。なんたって ISO 認定だから、こっちは。あ、後ろ。あ、腰ダメ。危な。危な。ちょっと待って、これ死んだかも。バカ言うな。なんかリスポン変わりそうだ。悪いよ、俺死んだってやつ。あっ、クラスターマインをちょっと出したい。俺めっちゃ頑張ってるこれ。あ、残れない。一人で耐えたから。フォークロウェイ、わしのターン。珍しいな、ポイントに MVP でしょ。ポイントにとどまるなんて珍しいな。あ、ちょ、たまには。敵全然ポイント取る気ね。イソハリツ10通りの1080ローンド、ベア、ミニセス欲しかったな。イソほんま強い。実銃はわからんかった。実銃だったんだ。最近の COD ってむしろ架空銃の方が数多い。まあ、そんなこともないか。名前は架空か。これ、ヘリガンナーとか余裕でいけたやつや。なにめっちゃ余裕でいで、行ってたかもしれん。あと1キルだもん。多分。でも、最近イソを使い始めてからね。うん、ハリアーじゃなくて H130 行けたやーなんていくらでもあるけど。いや、知らんよ。今セットしてたら今行ってたわ。なら、なんかめっちゃ足音しなかったよ。おう、あそこはもうね、迫撃砲ないの。あ、俺も迫撃砲があるんだよ。もう出した。でここに先にセントリーを置くことによって最強。コンサートね、びっくりするほどセントリーとか使ってないと思う。セントリー強いで死んじゃった。V トールゲッツ。ああ、俺の V トールゴー。なんかさ、 V トールもさ、結構その待機させる場所重要だよ。場所によっては1ミリも働かん。しよう、セントリーめっちゃ働いてる。はい、マニアックボックスでいるな、これ。フェニックス2-3かも。あっかん。おい、やめろ、フェニックス 2-3 撃つな。実銃のアドバンスポリスカービン派サブマシンガンが1080アプムでイソヘムロックの元であるアサルトライフル版のアプク223-556プロも出ましたね。詳しすぎる。
用語がわからん。俺も こいつは鳥が引くと弾が出るってことしかわからん。鳥が引くと弾が出る。あ、クロスボウ起こしてる。すべての銃はトリガーを引くとなんと弾が出てくるっていうことぐらいしかわからん。めっちゃ鬼ごっこしてんだけど。あ、じゃあな。ジャパニーズスターソード、ジャパニーズソード。ただそのジャパニーズソードも結構入手するの先だよね。バトルパス先だね。先だよね。俺も早く侍になりたいな。ああ。ボコボコやね。侍の人いる。さ、いるんだよな。そのオペレーターどうやって飛んのかわかんないんで俺。はい。めっちゃいる。強い。ちょっとエキタクリーコンハマったわこれ。ダニ。いそう。タイムがめ。いそうとしたいそう。バトルフィールド2042の M5A3 コトックスM7も早く実装されてほしい。SMG。わからねえ、それはトリガーを引くと弾が出るものか。あぶねえ。すげえ。ちょっとイソヘム、でも俺はイソヘムから今卒業する気はないんだよな。こいつ持ってれば一番バトルパスが早く進みそうな気がする。敵を圧倒してるぞ。この調子。気がする。気がする。ちょっと。今俺の中で最強武器になったぐらい。ほい。おあれ来ないの。珍しい、2分40秒入ってるとなって。明日ユキちゃんが来るんじゃないかしら。やめて。びっくりした。なんでそのフード光ってるの。ラグで聞き逃した部分を巻き戻せなくて悲しい。あらや、すいません、この配信は巻き戻しができないです。すいません。ああ、できないんだ巻き戻し。あの低遅延配信。なるほど。へへ。ヴァンガードはもうクソゲー言われてるからな。ヴァンガードはマジでいいところ何もなかったな。レーザー銃出たの知ってる？は？何それ、レイガン。第二次世界大戦でレーザー銃出てきた。なんかどんなのかは知らんけどレーザー銃が出てきたんで。ウルフェンシュタインもびっくりだ。後ろにつく。あ、このサーチのエントリーを見せてやるよ。こっからボールを投げると。いやいや、オッケー。何がオッケーなんだ。当たってるから OK。 そうここの打ち合いに勝ったから OK。 いや、これサーチじゃないよ。はっ、誰か、ちょっとマップがでかすぎて。兵士の方、兵士の方いませんか。やべ、あ、仲間か、これ。いや、めちゃめちゃ仲間のレーザーサイト見ちゃったわ。許せん許せん。
仲間を幻惑させるわ、あれは。強っ。次のハードポイントを確認。SMG。おお。イソ強え。でも俺このマップのこのポイントが一番嫌いだな。わかる。車線通りまくりだ。見る場所はわかるんだけど。ここに来るのが大変だから。そう。目的地に着くまでが遠足だわ。で帰る方じゃない。これ今なんて言った？目的地に着くことが遠足だ。まだそれ遠足の中盤で。何言ってんすかね。中盤ってかもう始まるとこじゃん。暗いハンドクソ。ここに弾がねえ。あ、びっくりした。銃声怖いよ。 EVR EVR 遠慮しろ。なんだあいつ。 UAV 大切。敵全然ポイントに勝負しか見てこないな。ね。賢明だわ。賢明だわって。賢明だわ。あぶね。弾切れが近い。味方の UAV が旋回を始めた。45発マガジン。私あと少しでハリアが呼べるんです。あと、なんだろうこれ。1キルかな。あと、セントリー。あと20ポイントです。もうちょっと。あっぶね。とりあえずゲット。この辺に呼ぼう。まあ、ここそんなにハリア活躍しないんだけどな。マジ さっきのあのダダピル場所絶対強いでしょ。ああ。え、聞いて。あ、お。あれ。ここに乗りたい。存分に働いてくれ。やっべ。ラストスタンド、うざ。ラストスタンドさ、一回ずっこけるじゃん、後ろに。あれもう普通に、絶妙に、勝ったる。ドワーという感じでも、倒れる。いや、あれやりきれねえんだよな。なんか無敵時間ない？あれ、倒れてる間。気のせい。どうなんだろ、それ。多分巡航ミサイルここにいりゃ当たんねえだろ。当たるかも。あ、下手でよかったそれは。爆風余裕で当たるよここ。何しょ、なんで俺に気づかないで。
お、なんか絶対絶命ポジション。危ねえ。先に次の墓地でも目指すか。うん。ハードポイントが移動する。待機しろ。見えねえ。よし、誰もいない。ハードポイントに敵がいる。敵がハードポイント内にいる。位置情報を。それはきつい。ハードポイントを確保しろ。ここハリア強いでしょ。よろしく。まあ味方取ってるからいいんだけど。俺なんだけど。俺なんだけど。味方が UAV を配置した。あ、全然見てなかった。ああ、全然これ。ミッション完了だ。よくやった。さっきからさ、圧勝するかボロボロにやられるかどっちかなんて。ハードポイントってそういうもんです。うん、そういうもんか。だけどできる。あれ後ろのやつさ、ちょっと保護色でしょあれ。分からんかったんだけど。全然分かんなかった、ね。